オリバー・ルカーヌスの淡水魚の世界へようこそ本日は熱帯魚の生息地を再現した水槽を作る際の石の選び方についてお送りします魚の生息地の映像を見るときに水底に転がっている石に注意を払う方は少数派だと思いますなので水槽に配置する石を選ぶ際大抵の人はちょっと変わった石を入れたがりますが それが常にベストチョイスとは限りません生息地を再現する水槽を作る際そこにはより自然に見えるようにナチュラルな色合いの砂や小石を入れることは容易に理解できます一方、石の配置はどうでしょう水槽内で石は大きくて存在感があり前を泳ぐ魚の背景となりますもしも背景の石が魚よりも明るい色だとその絵面は台無しになります 見た目の良い水槽にしたい場合、絶対に使ってはいけないものが、テラコッタの植木鉢や白い塩ビパイプです。魚は全く気にしませんが、最悪の見た目になってしまいます。また、魚の色より明るい色の背景もやめましょう。複数の石を配置する場合、同じ色、最大でも2色以下にとどめましょう。自然の川で全く違うタイプの石が並んでいるのは大変稀です。 例えば、ペットショップには写真のようなマーブル模様の石が販売されており、置物としては美しいのですが、目立ちすぎる石を配置すると、せっかくの美しい魚が目立たなくなります。では、いくつか魚の生息地を見てみましょう。アマゾン定地にはほとんど石がありません。堆積した粘土や砂、時にコンクリ化した砂岩があるだけです。それに対してブラジル高原の新宮川、 タパジョス川、トカンチン川やコンゴ川、オリノコ川、リフトバレーの湖などは石ばっかりです。熱帯の川で見られる石の形状は、北半球の川のものとよく似ています。それは、雪解けの時期の大量の水の動きが、熱帯地域での雨季とよく似ており、岩石や岩盤に同じような影響を及ぼすからです。それはまるで巨大なサンドブラストのように、 岩石の表面を滑らかにします魚は尖った岩で簡単に怪我をしてそれが致命傷になることも少なくありません自然界には尖った岩石はほとんど存在しないのです一般的には傾斜地ほど石は丸く浮きの川では冷蔵庫ほどの大きさの岩でさえも流れていきます流れの速い川では岩盤が完全に露出して 表面に何も付着していないことがよくあります。入れたい魚の生息地にどんな石があるのか調べることをお勧めします。水中写真である必要はありません。ネットで検索すれば、生息地の周辺の様子を写した写真はいくらでも出てくると思います。沿岸部の様子から水中の様子が想像できます。私は生息地を再現した小ぶりの水槽を作ることにしました。 自分の趣味を理解してもらうために、奥さんや友人をロックハンティングと称して、ペットショップやアウトドアに誘ってみるのも楽しいかもしれません。もしもアウトドアで石を探す場合、誰かの私有地や国立公園でないことを確認の上で行いましょう。最初に石の配置から始めます。石の下に砂や小石があると、魚がそれを掘り起こして石が滑り、ガラスが割れる可能性があるからです。 重量のある石を入れる場合、ガラスを保護するためにプラスチックを敷いておきましょう。通常、川底で石は同じ向きで並んでおり、小さめの石が手前にあり、大きな石の前には水の流れが作った隙間があります。これが自然な見た目の石を配置するコツです。水草を植え込んだ水槽は美しいのですが、入れすぎると作り込んだ庭のようになってしまい不自然です。 少し乱れがある方がナチュラルですネット上の生息地の写真からミニチュアの水槽を再現するのも良いでしょう本日の映像をお楽しみいただけましたかチャンネル登録をよろしくお願いします